先輩キャノン撃つぞ。先輩キャノン、まあまあ、まあ、まあやれない全然やれないじゃん、姫ちゃん。姫、先輩キャノン、おい、やったやったやった。先輩キャノン、ここらで撃っとく。これ やれるべ。パー、先輩キャノン行きます。よーし、はい、どうもらぎです。スプラトゥーン2最後のフェス、先輩キャノンが使えるということなので、ちょっとスプラ1に戻ってきました。先輩キャノンっていうのはスプラトゥーン1にあったメガホンレーザーのこと。まあ、ちょっとね、姫ちゃん仕様に改造されてるんですけども、このメガホンレーザーっていうのが元ネタとなります。あの、動けるんですよ、ちょっとだけね、ちょっとだけ動けるんですよ。で、勢い貯めて発射。でもこれ濡れないんだよね、地面濡れないんだよ。イーダーボブって地面濡れるかもしれないけど、メガホンレーザーって地面濡れないんだよね。もしかしたら姫ちゃんのだから濡れる可能性はあるんだけど、現在スプラ1では濡れないんですよ。まあ、今試し撃ちでやったんですけども、戦いで先輩キャノン使っていきたいと思います。行きましょう。はい、間違えしました。ひらめが丘団地ということで、お久しぶりですね、ひらめが丘団地。スプラ2にはないけども、ちょくちょくやりたくなるんですよね、このステージ。ね、相手チャージャーいたのちょっとやだな。せっかくバレルスピナー持ってるから。あとさ、人速があんまりつけられなくてさ、そこまで足速くないんですけど、まあ、とりあえず塗りましょうか。最初ね、ここの一直線に打つのがいいと思ったんだけど、ダメか。俺の先輩キャノンまだ火吹きませんね。やった、ラッキーラッキー。儲け者じゃ。チャージャー降りてるな。届くっけ、ここ。チャージャーって。届くか。意外と射程長いんだよな、スプラ1の。チャージャーって。あ、ナイススーパーショット。いけ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 。よし、溜まったぞ、俺。あ、こっち狙われてる。くらえ！ダメ？これ。ダメか？あ、欲しい。あとちょっと。うわー、トルネード来た。あれ倒します。よーし。あ、死ぬ、待って。くれオッケーオッケー。逆転。返り討ちにしちゃったわ。ね、溜まるの早くない？もう溜まるぞ。メガホン。とりあえず塗って。よしよしよし。うわー、びっくりした。怖っ。あ、当たんねえか。くそ。当たんねえか。ちょっともったいないから、一回帰ろう。で、姫ちゃんキャノンを、間違えた、先輩キャノン発射。時々名前も、おお、やった、先輩キャノン刺さったぞ。でもさっきのチャージャーだな。さっきのチャージャーやっつけたと思う。スプラトゥーンの元祖は出ないからさ。あれ倒すわ。強いね。あれもいける。くそ。あ、スコープないんだ。これスプラ2の練習してんのかな。スプラトゥーン2持ってなくてもスプラ1やってる人いるらしいですね。ちょっとコメント見たんですけど、あの、この間出した動画のコメント見たんですけど、やっぱ結構いるみたいですね。あ、ここ怖い。面白いからな。お？多分スプリンクラー壊されたな。あ、落ちちゃった。ラスト先輩キャノン打ちてえな。こっから横に打ったら当たる？あ、やった。お！時間差で倒したぞ！やったー！時間、ん？あはははくそー、でも先輩キャノンでいっぱい倒したら嬉しい。これが、出るみたい。スプラトゥーンの最後のフェスで。出るみたいなんで。楽しみだね。まあ、僕、イーダーボムの方が強そうだけど、でも先輩キャノンも楽しみです。
ありがとうございました。